はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、新パックにて登場したブラックフェザーアーマードウィングさんね、こちらをね使っていこうかなと思っております。もう今更感すごいんだけど、このモンスター今更感すごいんだけど、かっこいいんですよ。かっこいいんですよね。このカードね、BF チューナープラスチューナー以外のモンスターでレベル7ってことで、結構大変なんですよ。BF デッキじゃ出ないですね。汎用じゃないんで。なんで今日は単純に、昔の BF、山 BF 組んできました。これなんでかっていうと、レベル操作系、加工とかコピーとか上昇とかが1000ライフ払わないと、使えなくなっちゃってるっていうのがありまして、で、あと、ハーピーの狩場だと、ちょっとハーピーレディーがめっちゃいるから、使われちゃうんで、狩場を有効活用されちゃうんで、なんで山にしまして、頂きに立つものっていうね、これにしまして、で、超重速モンスターの打点が200アップしてるから、200アップしたことで、なんかサーチ範囲を増やすみたいな、そういうデッキにしてきました。で、こいつの肝心の効果は何かっていうと、戦闘で破壊されないんですよ。で、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージがゼロになるということで、この戦闘に関してはマジで無敵です。例えばムーンライト、クルムゾーンフォックスとかで打点をゼロにされるとか、あと相手のゲイルとかで打点を半分にされるとか、いろいろあるかもしれないですけども、そういうことされても結局自分への戦闘ダメージゼロになるし、戦闘で破壊されないんで、めっちゃ強いんですね。だからこのモンスターをとりあえず頑張って活躍させようと思います、今日は。で、このカードは、モンスターを攻撃したらカウンターを相手に置くことができて、でカウンターを取り除くと、置かれてたカウンターが置かれてたモンスターの攻守がゼロにできるよっていう効果なんですけども、これ結局行ってこいなんですよ。要は自分まず一回攻撃自分でしてから次のターンにその効果を使うみたいな感じになっちゃうんで、弱いんですね基本的に。なんでこの効果は基本的にあんまり期待せずに、丸一番の戦闘では破壊されないという効果をなんとか生かせるように先行とかで、ね、立てていくっていう、そんな感じの動きに、なるかなと思います。で、VF デッキですね、新しく、組み直したんですけども、結局ですね、何が強いかっていうとね、エクシーズモンスターが強いですね。シンクロっていうか、このエクシーズが強い。レベル4が結構並ぶんですよ、ブラックフェザーって。なんで結構シンクロ相手にはローチが刺さるし、あと単純に耐性があるようなモンスターにはデッドルシンが刺さるしみたいな感じで、このモンスター結構強いんでね、この辺を活躍させていこうかなというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、シューティングスターロード。 OK、 シューティングスターロードね。あ、先行取ったのはね、これでかいですね。シューティングスターロードが、相手の場合はね、何を出せばいいかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。まずですね、黒き旋風の効果によって、あとクローで使ってないのは本当ごめんなさい、クローで使ってないのは本当ごめんなさいとしか言えないわ。ブラスト持ってきて、ブラックフェザー触れ合いのブラスト特殊召喚、そして、ブラックフェザー疾風のゲイルを特殊召喚、そしてレベル4の、ブラックフェザー、ゼピロス、何のゼピロスこれ、何ゼピロス、精鋭のゼピロスにレベル3の疾風のゲイルをチューニング、ブラックフェザーアーマードウィング、そしてさらに墓地の精鋭のゼピロスの効果発動、ブラストを戻してゼピロスを特殊召喚、そして手札からもう一度ブラストを特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが2体クルトユース、史上最強モンスターインベルズローチエクシーズ召喚。このモンスターはレベル5以上のモンスターの特殊召喚を無効にし破壊する、つまりシンクロモンスターは大体出せねえ。これマジツムんすよ、これ出しとくと相手結構ツムんすよ。シューティングスターロードデッキ、月の書とかああいうカードがない限り、はい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 、クイックシンクロですね、はい、了解です、全然いいですよ、それは別にいいや、クイックシンクロは別にどうでもいいです、クイックシンクロは止めない、シンクロモンスターさえ止めとけばいいので。さあ、ジャンクシンクロの召喚いいでしょう。さあ、インベルズローチさんの効果をご存知なんでしょうか、この人は。さあ、インベルズローチさんの効果をご存知なければ、これでシンクロ召喚をした瞬間にどっか行きますよ。あ、あれ、あれ、ご存じない、インベルズローチ先生の効果ご存じない、さよなら。インベルズローチの効果、オーバーレイトを1つ使い、レベル5以上のモンスターの特殊召喚を無効にする。強すぎない、マジ強いんだけど。これ召喚して、で黒い旋風の効果だと、黒い旋風の効果によってゲイルかなんか持っていけばいいかな。
てえ。これで勝ちか、貫通するからね。はい、ドーン、はい、ドーン。マジ完封だわこれで。ブラックフェザーアーマードウィングは添えるだけ、それだけってか、添えてるのはローチなんだけど、添えてる方が強すぎる、添えてるやつ強すぎ問題。さあお相手の方、ジャックアトラス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍アトラスオブジャックさんね、ね、アトラスさんね、多分ね、デモンズレゾランスだと思うんですよね。なんでまたデモンズレゾランスっていうことは、あの例のモンスター出せばいいと。あのね、さっきからちょっとどの動画採用してるかちょっとわかんないんだけど、あの無限に活躍してるモンスターがいて、インメルズローチって言うんですけど、マジでアーマードウィングなんかめっちゃ活躍させようと思ってデッキ組んだらローチが一番強かったんだけど、どうしたらいい。とりあえずゲイルかで、ゼプロスで、これも最強盤面ですよ。ゼプロス召喚するんですか。で、黒き旋風の効果、黒い旋風の効果によってまためっちゃサーチして、先行はいいですね。先行は何の妨害もないんでいいですね。4でいいんじゃねえかな。なんかレベル4立てられた方が強そうじゃね。一応ゲイルか、そうは言っても次のターンのとこ考えてな。で、ゲイル特殊召喚するじゃないですか。ゲイル特殊召喚して、でここで申し訳程度のフルアーマード、いや待てよ、これあれなんじゃねえか、妖精竜の方が強いんじゃねえか。これこっちの方が相手の盤面干渉できるし、で守備表示で置いとけばまあいいんで、こうして妖精竜エンシェント出しといて、でゼッピュ効果で、これはだからシムーン戻すじゃないですか。でこうして400ダメージと1000ダメージ受けるけど、まあこれしょうがない、はい、痛いです、痛いです、はい。でゼピュロス特殊、はい、でこれローチよ。どうよこれ、どうこの盤面、シンクロデッキやったら詰むはずです。おいおい、月の種だけ本当にやめてほしいんだよね。さあ相手の砂時計をしっかりとチェックしていきたいといったところ、ああ多分ないね、多分ない、多分ないと思う。こんな早くメインフェイジ行ったから、レッドリゾネーター OK、 レッドリゾネーター OK で、案の定デモンズレゾランスでしたと。でデモンズレゾランスのデッキも基本的にシンクロモンスターを立てるデッキなんですね。だからローチをどうにかしないと無理なんですよ。レッドリゾネーターはどうでもいいです、はい、どうぞ通しますよ、通しますよ。でレベル4のモンスターを、特殊感していく。でワイルドワインド OK、 ワイルドワインド OK、 でワイルドワインド特殊召喚でレベル4と2でシンクロ召喚をしてしまう、してしまう、してしまう、さようなら。さようなら。やばい、ちょっとマジでアーマードウィングとかいうモンスター出せるんだけど、どうしたらいい。アーマードウィング出せねえもんで発生してるけど、黒い旋風効果、ゼップロスじゃなくてこっちでいいね、渋いんだけどね。でどうしようかな、出せねえんだけど、これどうしたらいい。出しに行く、なんか強引に、ワンチャン強引に出しに行くのあるんだよな結構。ただ相手のだけクリボール入ってんだよな、このままでいいか、このまんまでいいや、はい、クリボールあるね、クリボールなんかあるわ。とりあえずこっちは、これはクリボール気がするんだったらあれか、一応今1枚だったらあれか、自分で叩き割るようになったんか、妖精竜エンシェントでなんかローチかなんか。まあでもさすがにこれ手から3枚でしょ、無理じゃないかな、ローチ立ってて。あーでもそっか、ハンド4枚になるか、マジこれもしかしてローチ叩き割っといた方がよかった事件、これ事案発生する。はい、クルゾンリゾネーターいいですよ、はい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 、はい、っていうかこれあれだよね、スカーレットロバー出されたらこのデッキデッドリーシーン以外だと突破できないの。あ、でもあれあるか、ゲイル の打点半分にするもある、はい、で 4-2 でシンクロ召喚いいですよ、はい、またシンクロ召喚していく、ほう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 、はいはい、あ無理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 
無理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 、全然無理。はいはい強すぎて草、強すぎて草。これはもうローチ邪魔なんで叩き割りますか。ローチ効果じゃなくてローチ叩き割ってもいらないんで、でゲイル特殊召喚で、ライキリ出して、いやでもライキリ、いや待って待って待って、フルアーマード、申し訳程度にフルアーマードだぞ申し訳程度すぎる。このモンスター遅えよ、このモンスター出すの活躍できんもん、これこの環境で。アーマードウィングとかマジ遅え、マジで遅い、マジで今さらで、セットしてバトルこれアーマードウィングとかいうさ最強モンスター、うわ強えか言いながらさ、これ動画見てる人全員はローチが強えだけじゃねえかってなってると思うね。俺もなってるもん、なんだろう。さあお相手の方、ルア君ね、ルア君珍しいですね。なんだスキル、とりあえずシムーン挨拶していくか。シムーンで挨拶していって、でシムーン召喚して、ここはゼピロスですね。さあ黒い旋風の効果によってゼピロスを持ってきて、でゼピロスを召喚、でゼピロス召喚成功時効果発動で、これで呼んでいいや。なんかもうこれね、マジで本当に呼んでいい、全部呼んでもいいぐらい、もうエクシーズ PF 作ってやろうかなっていうぐらい、もうもはや。フルアーマード出そう、とりあえず一発ね、一発フルアーマード出すじゃないですか。はい、先行マジやることないんで、こうするじゃないですか。でですね、でゼピロスの効果発動すると、でゼピロスの効果によって普通は旋風戻すんですけど、まあ、こうするんですよねで、ブラスト出すんですよね。でもローチですよこれ、最強BF 要素ほとんどねえっていう。はい、インベルズローチ、エクシーズ召喚で、これね惜しいのはね、これね旋風がどこかいっちゃうんですね。これがちょっと若干惜しい。まあでも制圧能力が高いし耐久力あるんで、フルアーマード負けた。いやーやめろーやめろー、何してんだ誰やお前、リフォーマーラジカッセン、こいつ誰、何すれば D&C、 どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、